はい、皆さんおはこんばんちは、アポロンです。今回もチロ Q ハイグレード2プレイしていきます。はい、今回はですね、宝石集め、ですね、このゲームなんか宝石集めイベントあるみたいなんで、いや昔やったことあるんですけど、って思って、ちょっと前かな、普通になんかプレイしてる時になんか宝石みたいなの見つけて、あ、そういえば宝石集めみたいなイベントもあったなって思ったんで、まあ思い出したんで、今回は宝石集めやっていきたいなと思います。それで宝石集めの、なんだろう、指南してくれるというか、こいつ別にいなくてもいいのか、どこだどこだ、ここだったっけ、違うな違うな、ここだここだ、あ、こいつですね、ジョーンズ、インディ・ジョーンズから来てると思うんですけど、見つけてない宝石のヒント、あ、ヒントくれんのか、え、普通に言ってんだけど普通に答えなんだけど、え、答えじゃないのこれ、え、答え言ってきてんだけど、ヒントじゃなくない、うんマジか、まあ一つ一つ見つけていきましょうか。まず富士シティの横か、富士シティの横じゃない、富士シティに行く道のあれですね、橋の西側みたいな言ってたな。うわー、あ、来た来た、これの西側ってことはそのまま行くのかな。おお、こっちか、あ、なんかある、なんかある、なんだこれ、なんかあんな、旗に見えるけど、あ、これか、あ、これ、あ、手に入れた、なんかある、チロ Q コインか、チロ Q コインもあんのか、アイテムでいっぱいあるんだけど、あ、トパーズ、今のトパーズね。じゃあ次行きましょうか、どこだ、あ、サンドポリス、サンドポリスの西の方か、なんかあれか、ピラミッドみたいなやつか、あ、そうだな、ピラミッド、あれが灯台だからこっちの方か、ずっとこの砂漠行くんだろうな、初級コインが、あ、ここっぽいな、うわ、ここだな、ないけど、おお、いい勢いで、ないな、多分あっちだろうな、これだろうな、さすがに、あれ、登れない、登れなかったんだが、え、こっちは登れる、あれ、登れない、あ、これどうやって登るんだろう、あ、いけたいけた、ここ、うわ、なんだ、ある、あったあった、なんだこれ、青いな、サファイア、アイテムでなんかまとめといてほしいな、え、どれ、ブルーサファイアか、なるほど、ここにありました、ここも結構高いな、うん、ただ景色は海の方、まあ、海の方見たら まずまずですね、あっちにもチロ Q コインやんな、まあそれはいいや。で、次がサンドポリス、またサンドポリス、灯台だな、次は南の方か、南の方の灯台から海に落ちてか、西側に落ちる、近いんだな、なんでこんな近くに配置したんだろう、灯台に意味持たせたかったのかな、海はでも結構きついな、西側ってことはこっちか、で、サンゴ、サンゴなんかあるな、なんかあんな、奥になんかちょっと見えてんな、右奥の方に、まあ、でも押せ、
ロ Q コイン満な大変だな、チョロ Q コイン。あ、あったあった、チョロ Q コインと一緒に結構置いてんな。さあこれがルビーですね。うん、次はキノコロード。川か、川の中。うわうわ、こっちの方にあるのかな。これ逆走してる、合ってるかな。滝の方にあると思うんだけど。あったあった、あれあれ取れない、あれ浮いてる、こっから取んのかな。こっからこうか、あ難しいな、これ難しい。ちょっと場所をちゃんと見とかないと。なるほど、ここら辺か、こんな感じか。あれ難しいぞ。よし、いった取れましたね、普通に取れましたね。多分水上スキーとか使った方が楽に取れると思うんですけど、はい、今のがなんだろう。あ、ムーンストーン、こんな宝石あんのか。で次がホワイトマウンテンで、このジャンプ台の裏側ってなんだ、裏なんかあったっけ。チョロ Q コインに近くなんだよな。ん、これここ、あ、あったあった、これがアメジスト。あ、ほんとだ、裏側にあるな。うわー、あいつが隠したのかな。で最後かな、あこれは次は海底神殿だからここでいいか、一度仕切り直すか。さあ海底神殿、ここら辺っぽいんだけど、あ通り過ぎちゃった。うわ止まらんな。こいつがオルフェだったっけ、こいつ3にもいるんだよな。多分パラレルワールド的な感じなんだろうな、オルフェ君3では、あのお城のお堀を泳いでますが、ここでは海底神殿を。ん？登れる？これから、あ、登れるようになってるよな。登れない？あ、登れるか。ん？登れる風で、なんか、辿っていくのかな？あ、そうだな。暗、あこれか、これは何、でかいな、やたらでかいアイテム、アイテム。なんだ、ブラックオパールか、ブラックオパール、違うな、あエメラルドだったの今の、緑色だったか、黄色に見えたけどな。最後はあれですね、パパイヤアイランド。さあここプチクラ94号店のなんたらっていう僕が見つけたのこのあれなんですよね、宝石なんですよね。なんかこっちの方にあった気がするけどな。こっちになかったっけ、こっからなんか飛んでいってたらあるなーって思った気がしたんだけど、多分あそこだよな、光ってる。ウィングセットないからやめといた方がいいか。
よし、でこっちだな、プチクラ、これだから94号店のこれの裏ん、あ、あったあった、あれか、あれか、いけるかな、行ったかな、おお、行った行った、これがブラックオパール、はい、全部集めましたね。じゃあ行ってみようか。なんて言われるんだろう、覚えてないな。さあ、ようやく着いた。まあそんなにでもなかったけど、さあ集めましたよ。冒険家、君が置いてきたの、ももちゃん、え、これだけ、これだけ宝石集める。あ、スタンプね、スタンプ集めほんと大変だな。ほんと大変だわ。なくなった、回収された、あいつのだったんだろうな、人のもんじゃないだろうな、ほんとに100万ぐらい勝ちあったんじゃないの。え、あ、こいつもチームメンバーなんのか。いや、いらないわ、宝石返してよ、宝石。さあ最後にあいつからもらったやつなんだろうな、ももちゃんってなんだろう、ももちゃん、ボディ、ももちゃんって書いてあんな、あ、これこれこれ看板がなんかモヒカンみたいになってるけど、うわ、いらないな、いらないな、ももじゃなくてなんかお尻にしか見えないもんな。お尻マンみたいになってる、悲しいな、悲しいな、これは、しかも邪魔だし、モヒカンしてるお尻マンみたいな、うん。これ宣伝させられてるだけだろ、このビッチタウンの、いらないよこんなの。はい、ということでね、今回宝石集めた結果がこれですからね。うん、まあ悪魔のパーツ目指してる人以外はやらないんでいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。